いやなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはベレ帽戦闘員を特集してお送りします。一応赤のベレ帽戦闘員2つ手に入れました。せっかく赤のベレ帽戦闘員が2体いるので、もっと引き立てるために黒戦闘員も並べてみました。こんな感じですね。やっぱり赤が入るとショッカー戦闘員の最初のイメージがすごくなんか引き立って出てきますよね。こんな感じですね。せっかく黒戦闘員もあるので武器と顔を統一させてみました。武器も、黒戦闘員が持ってる長い、棒ですね。長い、ナイフというかサーベルみたいな形のものを持たせて、顔も同じ形の色ですね。肌色の顔にして緑のマスクを外した感じにしてみました。このが戦闘員としての統一感がすごくいいなと思ったので、今並べてみました。はい、本郷猛のマスクをした仮面ライダーと戦った姿もちょっとやってみましょう。こんな感じになりますね。やっぱり複数の対決してるとすごくいいですけど、やっぱしここまで来るとショッカーの怪人も初期の怪人何か一つぐらい欲しいなって感じがしますよね。雰囲気としてはこんな感じでできました。2体ほどやられた形の戦闘員の、戦ってる、本郷猛の仮面ライダーで見ていただいております。まあ赤戦闘員が1人ぐらいやられて、あと黒が3体、赤が1体、そのような形の風景を撮ってみました。こんな感じですね。どうでしょうか。やっぱり戦闘員たくさんいて仮面ライダー戦ってるのも私のイメージとしてはすごくかっこいいなと思って見てます。皆さんいかがでしょうか。今回は以上でございます。